ジャックルネ・エベールは、フランス革命時のジャーナリストで、政治活動家、山岳派のエベール派のリーダー、アランソンの裕福な金銀細工師の子として生まれる。18歳の時、近所の未亡人をめぐる恋愛トラブルから、恋がたきを中傷するビラを街頭に張り出したとして、名誉毀損で訴えられ、両親の遺産も使い果たして、放浪の後パリに出る。パリでは、 劇場の検察係などの職を転々とする、困窮した生活を送った。いくつかの政治パンフレットを匿名で発表した後、1790年に新聞、デュセーヌオヤジを創刊。反動的なオトー派やブルジョワジー寄りの政策を推進する右派の政治家などを非護を駆使して激しく攻撃し、サンキュロットの代弁者として頭角を表した。 1791年にコルドリエクラブに加入。回避等の事情で、ジャコバンクラブに入ることが困難なサンキュロットが、集まっていた同クラブを拠点に、民衆放棄などの大衆行動を組織することで、ジロンド派の追放とジャコバン派独裁に貢献した。1793年7月にジャンポール・マラーが暗殺され、続いて、サンキュロットの支持をめぐって、ライバル関係にあったアンダジェが、 革命政府の弾圧によって壊滅すると、その支持者を吸収し、彼らに代わるサンキュロットの指導者としての地位を確固たるものにした。1792年の8月10日事件の後、パリコミューンの検事代理に選ばれ、恐怖政治の強化を主張して、手始めにマリー・アントワネットへの有罪判決と処刑を求め、タンプル島に遊兵されているルイ17世の後見人にジャコバン派で、 コミューンのメンバーでもあった靴や、アントワーヌ・シモンを指名して、シモンだとルイ17世を虐待、洗脳し、マリー・アントワネットとエリザベート内親王は、ルイ17世と、近親相関を行っていたという列値上げの書類に、サインをさせ、その裁判の席で、マリー・アントワネットを奮撃させた。デュシェーヌ・オにおける攻撃や、現時代理としての告発によって、恐怖政治の維持に貢献する一方、 キリスト教を拝して、理性の崇拝と称される、無神論的な祭典を監修した。ジャコバン派内部でも非主流の求心派として、同派でも、中道寄りのマクシミリアンド・ベスピエールや、ウー派のジョルジュ・ダントンとは一線を画した立場にあり、特に、ブルジョワジーとのつながりが深く、恐怖政治の緩和を求めるダントン派とは対立していた。1793年11月に、 フランス東インド会社の生産をめぐる大規模な汚職事件が発覚すると、これに関与していたダントン派のバジールやシャボ、ファーブル・デクランティーヌらを次々に告発、投獄させた。しかし、ダントンとかねてより、エベールの急進主義を行き過ぎとして警戒していたロベスピエールの反撃を受け、さらにダントン派のスポークスマンであったデムーランからは、貧民の味方として、不謝を攻撃していた。 エベールが実際にはパリ在住の外国人銀行家と親密な関係にあり、また、デュシェーヌ親父を軍に大量購読させて巨額の利益を得ていたことを暴露されて窮地に陥り、1794年3月、ロベスピエールやダントンラを打倒すべくコルドリークラブの同志に放棄を呼びかけたが失敗。逮捕されて革命裁判にかけられ、同志と共に、 ギロチンにより軽視した。遺体はマドレーヌ墓地に埋葬されたが、後に墓地の閉鎖に伴って、遺骨はカタコ昆布ドパリに移送されている。ありがとうございます。